はい、ジャン君。ジャン君、はい、はい、うん、ポンちゃんはおとなしくしてるよ。ポンちゃんとか空いてる？はい。ポンちゃんが出たか。今日は9月9日です、ようやくですね、電気工事、エアコンの電源を、いわゆるなんだ配電盤から直接、引くというものですね。そして専用の、ソケット、アウトレットなんだっけ、をつけるという工事が始まります。これが、あと1時間半後ぐらいか、まあちょっと幅があるんですが、あと 4時間後ぐらいですかねの間に、来ますという連絡が入りました。で、ジャン君とポンちゃんに関してはケージに入ってほしいのですが、ジャン君は少し何かの違和感を感じてですね、棚の下のこの空間に入りました。なんとですね、ポンちゃんは、まあ、たまたまなんですけれどもいい子で、自分でケージに入りました。さっきここでご飯食べてたからお腹が空いて入ったんだね。で、ポンちゃんは、はい、ベッドで寝てくれるの？今日あと半日ちょっとここでいてくれる？いいですね。ポンちゃんはなぜか間がいい。ジャン君は勘がいい。ジャン君、お願いがあるんですけれど、なんとかですね、よっ、ケージに入っていただけませんでしょうか。また騙し討ちをしなきゃいけないですか、ジャン君。ジャン君もケージに入ってくれました。ありがとう。
ジャン君の場合はですね、警戒していてもそのうち甘えに来ますので、甘えに来たところを抱っこして、この3階の扉から入れました。そして入ってからも落ち着いていますので、ここに閉じ込められたというふうには思ってないようです。無事ケージの中に入りました。ポンちゃんも、ポンちゃんは自分から入ってました。来年ポンちゃん、よいしょ。はい、電気の工事は終わりましたが、ジャン君どうですか、おりませんか。ポンちゃんはもう外に出ていますよ。あいね、ジャン君あいね。はい、ジャン君。はい、で。よし。じゃあ、ポンちゃん、なでなでしとこうかな。えいへい、ジャン君すねてる。じゃあそのうち降りてくるね、待ってるからね。はい、ジャン君、あ、こっちへ。うん、はい、はい、